イギリス鉄道807型電車は、鉄道事業者、アバンティウエストコースト向けに、日立製作所が製造する予定の電車である。日立 A トレーン設計に基づき、7両編成を10、編成製造する。2019年12月、アバンティウエストコーストは、日立との3億5000万ポンドの契約の一環として、221系機動車の置き換え用として807型電車。 10編成と805系バイモード車13編成を発注した。2022年までに全車が運行開始予定である。この車両はロックレールとスタンダードライフアバディーンの合弁事業であるロックレールウェストコーストによって資金提供されている。両形式ともウルバーハンプトンに近接したオクスリー車両基地でアルストムと日たちが共同で整備を担当するとしている。 客室設備として、無料 Wi-Fi、座席の電子機器のワイヤレス誘導充電やコンセント、USB スロット、ケータリングのオファーと、鉄道サービスの接続をアドバイスできる、リアルタイムの乗客情報システムが含まれる、予定である。最初の構えからだが、カザトで製造され、イギリスに到着した後、ニュートン・エイクリフでの偽装が2020年7月7日に、開始された。 全135両中56両が構えからだから国内で製造される予定である。ありがとうございます。